はい、この状態まで戻してきました。こいつ乗りやがった。しかもニニアンちゃん狙ってきた。当たらなかったですけど、危ねえな、おい。っていう感じです。はい。ということなんで、今、マッシュー君がいら減ってますね。さっき社員当たったからですね。ということで、今から、さっき潰された村を訪問して、阻止したいと思います。んーでだ。んー、まあ別にこれ、訪問、待って。あ、でも、輸送隊あるから大丈夫ですね。はいはい。そう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 。この、あ、今更。とっても今更。そう、この天空の鞭が欲しいんですよ。突っ込まない。とりあえず、社員を招待に送って、行くか、ここで。で、倒してしまいましょう。当たらないでね。なんかさっきから社員全部当たってるんだけど。当たってるー。今更。レベッカちゃん、なんか必殺今日よく出るね。で、あいつ落としいので、マシュー君、倒してください。あ、倒せねー。なんか盗めるけど、毒消し盗めるけど、無意味。じゃあ、レベッカちゃん、いや、レベッカちゃんは危ないか。じゃあ、どうしよっかな。エリオット様でもいいけどなぁ。いや、エリオット様倒せるか微妙だなぁ。だったら、もう弓は、あ、でも言う。ちょっと待って、今状況。4ターン、大丈夫。遊牧民が出てくるのは7ターン目だし、大丈夫ですね。じゃあ、よいしょ。フロリーナちゃんに行ってもらいましょう。踊って。いいですね。こういう風にできるのはいいですね。ただ、ニニアちゃん。このままずっと一緒にいるわけじゃないんですよね。加入時期短いんですよね、ニニアちゃん確か。これでだ。はい。まあ、ちょっと次、毒の斧が来ますけれども、多分大丈夫だと。あ、手斧じゃん。じゃあ大丈夫だ。マシュー君ちょっと殴ってみる？でも多分、だよねー。だよねー。 5% で当たったら泣くぞ。覚醒だったらたまに当たるから怖いんだよな。んで、あそこの下の村がちょっと心配だけど大丈夫かな。これ以上、これ以上前に行くと、あ、しまった。エルクにあの社員のやつをおびき出してもらえばよかった。まあ、いっか。あまり前に行くと、この辺にいるボスが動いてくるんですよね。それがどの辺に来たらなのかがまだよくわかんないですよね。とりあえず、ニーヤちゃんの横に行きましょう。あー、ごめんなさい。で、レイマンさん。レイマンさん、ポッチだ。全然活躍できない。あ、そっか。くしゃ。一瞬、セイン君狙いに来たんかと思った。そっちかい。なんで？なんで？なんで魔法の高いフロリーナちゃん狙いに来たの？意味わかんない。今、嫌な予感がしたな、今ちょっと。造園っぽい感じの気配がしましたね。ちょっとここでタイマー使いましょう。まだ見えないけど、この辺にいるんですよね、ボスが。そいつだけが心配。あーらら。しかも手斧だし。まあ、いっか。15% だから当たらないと信じてる。よし。んで、セイン君は、こっちを倒してください。やばいな、セイン君のレベルが。あー、いっか、行っちゃいましょう。で、
こはセイン君を踊って戻して壁役にしないといけないな。セイン君は闘技場に入る必要ないので、今回闘技場にはもうレイバンさんぐらいしか入らない。でこの辺で手槍を持って待機しときましょうか。ちょ、松明持ってるけどな。あとプロリーナちゃんが入るぐらいですかね。どうしよっかな。エルクあんまり前に出すと、ヘクトルさんがある程度前に出しとこうか。セイラちゃんと一緒に前に出ると危ないんでね。敵来てないと、おー、あー、危ねえ、よかったー。うわー、うおー。ちょっとね、テオノとか、テアリとか、あれを、オーマイガー、想定して、テアリを持たせましたが、お、お、怖っ。怖っ。使いますか。でも一撃で倒せないんだよな、全然。ヘイ。で、ヘイ。あまり前に出ないようにする。はい、ここで訪問して竜騎士。ベルンの竜騎士？そうなんですよ。ドラゴンナイトは魔法にも弱いんですよね。ドラゴンキラー。念のためちょっとこの辺立ってみましょうか。山賊さんがいる。ハンマー持ち。で、あー、ニニアンちゃんがもうまだこんなとこにいるんだよな。よいしょ。レイバーさん行ってみましょう。あ、ちょっと待って。いや、行くのはいいんだけど、なんだろうな、レイバンさんを育て始めて、ボスがどう来たら止め時なのかがよくわからない。うわ、最悪。これはきついな。あ、しかも当たった。2回攻撃ではあるけれど、もう1回当たったらアウトだ。当たるんかい。はい、退場、退場、退場。レイバンさん退場。レイバンさん退場。危ない橋は渡らない。常にギリギリ。さあ、ボスが来ないことを祈って。あー、プリシャちゃん入ってるな。ここに立ちましょう。で、踊って、よいしょ。闘技場の、でもな、闘技場ってこの周りに立てないのが辛いですね。この周りに立てたらもうちょっと戦況の幅が広がるんですけど。マシュー君前に出たいけどな。周りを見たいんだけどな。ちょっと出られないな。これレベッカちゃんに多分行くだろうな。いや、意外と変なとこに行くからな。いた、終了。危な。レベッカちゃんに行くんかい。これ降りたら、降りて攻撃できるかどうかだよな。あ、できるわ。よかった。あぶね、毒の槍だし。もうドラゴンナイトまだ出るんかいって感じなんだけど、もう出ないよな。多分、うん、もう出ない。それは、あー、でも怖いので手槍でやりましょう。おーいー、手槍だった。倒せないじゃないか。戻ろう。戻ります。一撃で倒せますね。遊牧民が、あ、遊牧民。
ボクミンが来てたら怖えな。怖いけどな、立ちたくないんだけどな、ここ、この辺とか。コロリーナちゃんを守る位置を作ってます。で、イバンさんはちょっと一旦エルクとセイラちゃんを離れ離れになってもらって、レベッカちゃんの回復に向かうけど大丈夫かな。まあ一撃ぐらいは避けてくれるんじゃない意味でもね。ウロリーナちゃんは当たると多分一撃だと、いや一撃では大丈夫かもしれない、一撃くらいは大丈夫だと思うんだけど、あーダメだ、鉄の槍なかなかいいのが出てこないな、当たるんだよな、怖っ。いやこれ当たっても押していけ、レイバン、オッケー、よかった、怖っ。なかなか運ないよレイバンさん、おいひどい、この上がりはひどい。よいしょ、回復っと。レイバンさんとプリシアちゃんにもね支援はあるんですけどね、おそらくマシュークに向かってくるでしょう。別にそれでいいです。あえて言うならもしこっちを見とこうかな。で、ここはたと。遊牧、ウソン。ウソン。ダメージ当たっても3なのにな。しかも魔法に弱いのになぜ来たし、意味わからん。アホですね。AI アホですね。武器レベル上がった。来た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 。なので、フロリーナちゃん、いやちょっと買い物に行きたいんですけど、造園ね、まだアーマーナイトとソシアル、いや8ターンですね、まだソシアルナイトと遊牧民がもう一回12ターン目に出てくるんですよね。それをどうするかですね。レベッカちゃん当たらないで、ダメだこの子ガスガス当たる、それはうわー、レベッカちゃんもレベル19になってしまった、これはこれは大丈夫か。もうドラゴンナイトは出てこないので、間接攻撃してくるやつは多分いないので、まずセイン君の買い物に行きましょう。あーいらん、ここはいらん、こっちかな。でそうかな、レイバンさん、なんかこうさっきからイマイチなんだよな、こう、うーん、なんでだ、しかも3しかダメージ与えられない、これはこれはダメだ、これはダメすぎる、レイバンさんダメだな、なんでこんな運ないんだろう。よし、リーナちゃんとヘクトルさん近くにいたいけどな、これマシュク入ってんな、危ないな。ニニアンちゃん踊ってセイン君の買い物を助けよう。闘技場にこもるとなると切りたいけど、どうしましょうね。まあ、ニニアンちゃんのレベル上がりはそんなに気にしなくてもいいです。
鋼ばっかじゃねえか。鋼とかあんま使わないんだけどな。とりあえず、おい、違えた。1本ずつ買っておきましょうか。全然私、使ってないんですけどね。もう1個の方、いやー、ニニアちゃん。いっと。あ、入っとった。で、そうか、だからマシュー君がそこにいたのか。失敗失敗てへべろ。すいませんでした。まあいいけど、リーナちゃん当たるんかーい。ちょっと待って、29で当たんなよ。何してんのフロリーナちゃん。セイラちゃんでライブ、リライブだった。これができるんだよな。よし、まだライブしか使えないけどね。早く武器レベル上がってほしいな。来てないと思うんだけど、ちょっと一旦この辺見てみよう。いる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 。こいつが動いてくるとすげえ面倒なんですよね。しかもこの右横に行くと鋼の弓の位置に当たりますし、いやー実に面倒くさい。オッケー、ようやくいいのが来た。33だから当たらないでほしいけど、よし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 、2回攻撃で倒せるでしょう。ようやくまともなのが来たよ。先長えな。しかもレイバンさん今回なんかなんとなく出したけど、これから使うかどうかもよくわからないんだよな。ちょっと待って、天空の無知用だな。こことここだな。天空の無知用ちょっともらっておこう。で、後でフロリーナちゃんに渡します。ニニャンちゃんをひたすらエリット様のそばに。いや、遊牧民がいる。いや、まだ出てこないけれどもだな。怖いな。あとはプリシアちゃんだけか。することがないな。あえて言うならエリット様か。ほい。はい。回復じゃない。レベルアップ。15か。どうしようかな。やっぱプリシラちゃん、プリシラちゃんかセイラちゃん、セイラちゃんの方が早いんだけどな。どうしましょうね。とりあえずあいつさえ動かないと分かっていれば怖くはないんだけど。わお増援アーマーナイト来てますね。そんなに気にしなくてもいいでしょう。セイン君は買い物に走ります。レイバンさん投票高い。やっぱ600台の方がいいのかな。はい、うーん、いまいち。2回でも死なないけど、どうし、避けてくれた。2回攻撃だったな。よし、いけるんじゃないか。 OK、 よかった。経験値です。英雄の証もらえ、あ、見えなくなっただけど、英雄の証あと使えるのってレイバンさんぐらいなんですよね。戦士とか斧使い全然育ててないので、どうしましょうね。あ、しまった。もう一回レイバンさん使えばよかったじゃん。私のバカで、あ、待て、引き受け、下ろす、あー戻れない。で、レイバンさんを踊ってもう一度闘技場に送り込む。
こういうことができますね。ほい。700。600台がいいな、やっぱり。違う。600台来ない。なかなか来ない。来た。うわー、微妙だ。2発でも死なないけれども、速ささえあれば OK。 よかった、レイマンさん、これは無傷でいけるんじゃないか。嘘レイマンさん、それはないよ。当たるし、びっくりした。よし、さっきの上がり最悪だったから巻き返してくれよ。なんで、なんでレイバーさん、お前活躍する気ねえだろびっくりするわ。